待ちきれない開幕戦は3年ぶりの富士スピードウェイ。 D1 の歴史に大きな足跡を残した2003年の富士初開催。コースサイドには2万人を超えるギャラリー。これまでミニサーキットで行われてきた D1 が初めて国際サーキットに立ち、新しいモータースポーツとして大きな一歩を踏み出した。同時に全国のチューニングカーが集まるパワーツアーも開催され、車好きが一日楽しめるイベントとなった。その後 300R 逆走の高速ドリフトは様々な名場面と名勝負を生み出してきた。その富士に D1 が3年ぶりに帰ってくる。しかも今回は誰も見たことがない純走 A コーナーでの高速ドリフトに挑戦。さらにオプションキャラバンも同時開催。 D1 開幕戦富士、チケット絶賛発売中。